いやあんたええところに来た。この姉ちゃんなんとかしてくれ。何よ、人探しを手伝ってあげるって言ってるだけじゃない。誰も頼んどらんやろが。ほー、エネミーに追われて私に泣きついてきたのは誰だったかしらね。姉ちゃんやってそのまま一緒に逃げてただけやろ。それ秘密って言ったでしょ。はあ、まったく言葉が通じるって面倒ね。なんであんたは私たちの言葉を喋ることができるのよ。そんなん俺が知るわけないやろ。あんたらのことなんて知らん。しかし俺らは昔から喋ってて、この星は昔からこんな感じよ。昔昔から生きとったじいさんばあさんならなんか知っとったかもしれんが。いるんじゃない、そういう事情のわかる人。それを紹介してよね。そんなこと言われてももうどこにもおらんから紹介のしようがないわ。動きの鈍ったもんからやられる。世の中ってそういうもんやろ。あんたらだってそういう世界で生きてるんとちゃうんか。違うよ。最初にいなくなるのはね、何よりも人のために動くやつ。残される側の気持ちも知らないでね。てん、こんな雑談しとる場合じゃなかった。はよ探しに行かんと。姉ちゃん、何ボサッとしとるんや。俺を守るとかなんとか偉そうなこと言うとったやろ。あ、そうね。だからほら、先走って勝手に進むんじゃないわよ。